はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。サガスカーレットグレイス続きをやっていきましょう。アントニウスを追ってエディンポートまで、来たんですけれども、なんかね、周りにこう海があって、あ、もう戻れねえじゃんって思ったんですけど、これね、普通にね、海の方行くと船乗れました。なんでちょっとね、こういうところとか気になるところが何箇所かあるんで、まずはそっちをちょっと捜索しましょう。霧の島、遠くからは見えるが近づくと霧に包まれてたどり着けない幻の島、海上騎士団の船がこの辺りに消えていくらしい。辺りを見ると島は見つけられません。仕方ない、終わりかい。あとじゃあこっち、魔の海域、これ陸から調べたけど海から調べると特に変わらないか。ああ、海域には立ち入ることはできないと。あ、待って、あそこ船が出てくるわ。お、普通にあの島に行ったね。海上騎士団船、何か特殊な操作術、よし、追跡してみよう。なんだお前たちは、どうやってここに入った。航行方法を教えてください。それは無理な相談だな。東大船の移動を頼む、力ずくで聞き出す、立ち去る。あー、これは力ずくっていうのもね、ちょっと強引だからね、とりあえず船を移動してもらいましょうか。ガードアイランド灯台を魔の海域から元にあった場所に戻してと。何のために。航行が安定すれば、通行料が取れる。なるほど、悪くない話だ。所詮金か、騎士団って言っても。おお、これで、ガードアイランド灯台、あ、これ灯台なんだ、灯台船みたいな、船なんだけど灯台っていうことね。さあ、石炭をくべて灯台に明かりを灯しましょう。あ、そうそうそう、これ石炭何個か持ってるんですよね。これでいっか、明かりが灯った。あとこいつ、人魚、よく人魚が姿を現す石場、かつては人魚の歌によって船が沈められた。ガードアイランド灯台のおかげで被害が減った。あ、そうなんだ、先にガードアイランド灯台灯しちゃったからね。船を沈める意味がわからんな。あ、邪悪な何かに支配されてるからか。え、もう戦おう、こんなのはハードになってるし強そうだ。でもね、海の敵はね、将来でなんとかなる可能性があるから、将来を発動させることが最大の条件だよね。ダークマターサハギン、大黒弾、アーマーブレイクとか使ってくるんだ。こいつは防御だから、あ、そうそうそう、あれバイトしてたからかな、モンドになってるんですよね。あ、はてなになってんな。こういう時はね、ちょっと音速剣を使って、あと狂気で先行できた。まずは音速剣で解除、よし。これさ、強いわ、ハードだけ、確かにめっちゃ強い。交流波使うか、毒にしよう。いや、ただサハギも倒したいからな、将来で倒せるかな。防御力アップの防御って、天空中心剣将来、おお強いね。ガード16しか当たらん。
毒になった。免疫超強いんだよねめっちゃ食らうっていう。あーさらになー、これインタラクト技がすごいな。術を唱えるだけだったら別に大丈夫だよね多分。ちょ分からんけどやってみよう。で、ちょっと1人しか関節技が持ってないから、まあ、減らせられるやつを減らしておこう。で、ちょっとこのターンはこれで終わりにしよう。栄翔は大丈夫だね。おりゃー、 OKOKOK。 まあ毒が、取ってたけど、音速圏でこっちを狙って地走り、地走りやるとさ、あれか、順番がずれんのか。強撃がいいな。先行好きの大木だ。あれ術ってインタラクトされんのかな、よくよく考えたら。リザード解除された。しかもああ先に、うわあっぶんね、ガードしなかったらかなり危なかったな。てか人魚っていうかさ、サハギンだったじゃん普通に。水のフラックスいいよね、とりあえずずっと将来で。もう一個のやつ使わないからな。茨のなんとかも一応ランク1まで上げておこうかな。ランク1だったらね結構割と早く上がるから。いなくなってしまった。かつて人魚がよく現れた岩場になってるし。これは何、あ海賊か。海賊団の下っ端はいいや。ここら辺は多分全部バトル地帯だね。ってことはなんかやることはやったっぽいかな。あっちに行きたいんだよね。あっちに行きたいんだけど、魔の海域を渡る術がないからあっちには行けないんか。そうか。あとこれディーマージュポコラ。あ特に何もないわ。じゃあこんなもんでいいかな。ちょっと待ちとか、あここまた行けるんだね。灯台、ここも灯台なんだ。ワイズ廃墟、あワイズ廃墟でここがニューワイズになったのか。会話があるね。おお船長、一緒に世界を救わないって壮大すぎだろそうだな、一緒に行く。簡単すぎだな。カタリナウェッジ証券使いかな。てかさ、これ仲間何人まで仲間になるの。仲間が増えれば増えるほどさ、鍛えなきゃいけない人も増えちゃうからね。まあほったらかしにしといてもいいんだろうけどさ、それにしてもさ、一緒に世界を救いに行かないとかってそんなんで仲間になるのかっていう。カタリナウィッチ証券コストか。まあ証券はあんま使ってないからな。最後尾の攻撃力の高さを生かしインタラクト技で攻めるべし。ほう、ハンターハザードも手に入れたよね。あーリザーブ技のコストが2ずつ軽減か。ちょっとね癖はありそうだよな。バスタードウィングが一番いいかな。あとねここにもね町があるんだよね。港へ行く。船に乗るか。あそっか、これはあれか。で、エディンポートって何かあったっけ。会話
僕にも何かできることがあるのかな。一緒に世界を救ってた殺し文句、一緒に世界を救わないって、こんなやつ仲間になんのすげえ一般人じゃん。ソクラテス、デザートランス。ソクラテスってなんか術っぽくない？知力キャラだよね。とりあえずね、仲間にするとね、やっぱね、人権が手に入るんで、それはね、欲しいっすよね。なんだっけ？デザートランスか。やりコスト。あー、そういうことか。素早さが速くなるんだな。ソクラテス、ちょっとソクラテスどこ行った？編成で、編成っていうか、どうやってみんなのやつをさ見たいんだけど、そう、地域情報とかでね、ここがこういう地域だよみたいなのがね見れるんですけど、ちょっとねこれをね一つ一つ動画の中で読んでいくのは相当時間がかかるんで、こうセレナイフ州がどういうところかとか、多分ここら辺をね読んでいけば、あ、どこがどういうところなんだなっていうのがわかると思うんですけど、まあいいや、とりあえず所持品じゃなくて戦闘準備で、あ、やっぱ変えないとダメなの。編成、とりあえずウルキナからソクラテス、やりかこいつ。いや、僕なんて仲間にしたって本当に役に立たないよ、今さら遅いけどねってロール漁師、お前なんでついてきたのまあいいや、先に行きますか。こっちかな。トラキニ州との宗教、よし越えていこう。これ世界ってどのくらい広いの？なんかめっちゃ広そうなんだけど。トラキニ州、あー、大ノコギリが失われてしまった。これがないとヘビを倒せないのか。東帝国の、太后、太后は帝国にまつわることにも詳しいと。エルバ館を目指す。あれ、なんかヘビいなかった。ああそうか、新しいところに来るとセーブをすると。これは多分あれだよね、フリーバトル的な。ハードだし。ここは魔物が住むという泉、これもあれか、温泉みたいな感じになってるけど。エルワカンがさ、魔物に襲撃されてるよ。エルワカンを救えるか。イージーノーマだったらいけるっしょ。敵の弱点をついて3回ダメージを与える。1ターンに2回連撃、誰も戦闘不能にならない。1ターンに2回連撃も結構難しいからね、こう調整していかないと、電撃ができるように調整して戦わないと電撃発動しないからな。モンドはちょっと崩すか今回で。そう、ツイゴールがねちょっと LP が減ってきてたんで、人間相手だったらでもモンドの方が良かったかな。トンネル敵とかがいるとね、弓とかが役に立つんだけど。まあまずは例によって将来からいきましょう。で、減らせられるやつを減らしておくと。敵は4体か。50、結構食らうな。やばいやばいやばい。バラけたから良かったけど。防御が1人か。お店のバラもう91個しかないからな、ヒットポイント。ソードガードで守っとく。駆け抜き1人、まひるかで。大爆弾で減らしとこう。
ぬな。はい、倒したな、やっぱりな。身代わりになった。全然ダメージ与えない状態で来たな、ここまで。二刀十字弾防御か。スイング、スイングもな、全体攻撃だからね。これは攻撃でいって大黒弾の狙い撃ちか。あれ、これイージーだったね。イージーでこの強さちょっとまずくないか。二刀銃強い。はい、チン。将来これで C がね死んでくれればすげえいいんだけど。あ、全員倒したわ。めっちゃ強っ。マジで将来かませばなんとかなるっていう将来ゲーだな。いや、術ってやっぱり栄翔が長いだけあって発動すれば強いな。先客を一瞬にして変えられる敵が多いな。これはね、E とかをね、もし倒せれば倒しときたいんだよね。防御してるな。こっちは防御か。こいつらが攻撃するのか。じゃあそうするとやっぱり、まずは障害を唱えるか。栄翔ターンとか減らないのかな。コストが減るっていうのもいいけど。お、なんか豚リフレクト。あ、どうだ。うわぁ、ミスド狙われるな。やっぱりちょっとガードしとこう。デタラメや。全体攻撃がね、なんともあんまり強くないからね。ガード、リザーブ解除された。デタラメや。ほらー、スイープ当たったね。でもさて、ここから攻めていくか。二刀十字、狙い撃ちの大黒弾強敵と。E が倒せれば楽になる。カエル剣も食わなくて済んだらね。よし、あとね、いた。 E が倒せれば連撃発動する。くらない。残ったか。で、これはもう A だな。そうすると二刀銃でフレイムアローとか超強そうなやつを使ってきたけど、カブト割りをランク上げたいからな。二刀銃、二刀銃強いな。ただ連撃がね、早い段階で決まってくれればいいんだけど、連撃でとどめを刺すともね、次のターンの恩恵がないし。よし、でもだいぶ体験スキルも上がってきたな。お、そして木のフラックス。結局誰も戦闘不能にならないだけか。ダイヤが左の上の方にネッシーみたいなやつもいるからね。あれ、入れない。こうか。こんな簡単に越見できるんだ。おお、
いい人だね。怒られちゃった。おお、作り直すのか。北東海外、なるほど。お、予備戦力。いや、猫の手も借りたいよ。カーンこいつ強そうだ。でも親衛隊のカーン、猫の手よりは役に立つと思うこのおばあちゃんなかなか皮肉が効いてるねお、鎧を取ったのか。鎧着てた方が強そうなのに。あなた誰ですかカーンだよ。忠実なる門番フリーファイト、いらん。やりか、こいつは。ちょっとまあ寄るのは寄ってみよう。忍者の指輪、虹の結晶って何そんなんないんだけど。ちょっとエリセドこれ鍛えたいんだよな。結構上がるからね。エリセドの防御力はちょっと上げておきたいから。知力が1下がるけど集中力が2上がる。それはプラスになるからいいでしょう。フェザーグリーブ、ダンサーシューズ。運動性能が上がるのか。雷に強い。まあ、安いし、行っとこう。スマートガード。これもどんどんちょっと上げていこう。エリセドの防御は固めていきたいからな。ウルピナは、あ、そうか、リングメールから、騎士の鎧とかね、こういうの作れるんだけど、足りない、いかんせん。素材が全く足りない。タバールのね、ブロードアックス、水がね、運動性能がめちゃくちゃ下がるのはな、ちょっと嫌なんだよな。集中力、知力が上がってもっていう感じもあるし。スーツはやっぱり運動性が下がるね。変えようかな。リングメールとかの方が安定的だよな。まあアイスソードは多分鍛えられないだろうね、さすがに。でこれ鍛えていくと鍛冶屋レベルがどんどん上がってきますね。なんでこういうところとかはそうだよな、フリーバトル系だよな。多いな、フリーバトル系。え、これフリーバトル系でいいんだよね。すっげえいっぱいあるんだけど、何これ。まあ、さ、これね、殺傷力とか書いてあるんだけど。じゃあ、殺傷石？魔力を感じる。え、ちょっとこれ行ってみる？ゴブリン衛兵士。女だけのパーティー。あ、なんか会話が入った。火山を封じているとも伝えられています。ガスの量が増えましたな。ガスの流れは止まらない。ほうほうほう、なんかありそうではあるな。将来を唱えておくか。オーガとか、しかもゴブリン術師か。まずは叩くでいくのか。ちょっと待って、こいつじゃなくて、あれ、こいつがこれになっちゃってるから、これ斧が強いね。斧がミスる可能性があるけど、おりゃー。で、全然ヒットポイント減ってねえな。うわ、しかもインタラクト技が来てるね。音速点でちょっとやっておくか。
じゃあ、リフレクトでちょっと守ろう。で、ハードファイヤー。ハードファイヤーって栄翔に入るのかな？リフレクトって2使ったよね。ほら、一本、リザル解除。栄翔に入った。お願いし。将来の方が先だな。あ、ハイパーハンマーとかね、超星の。これ、基本的に星がすげえな、斧は。やっぱりちょっと待って。大木弾で、二刀十字で、狙い1で、で、強撃と。強撃が早く1になってくんないとな。やっぱりね、ヤマトね、遅くてね、なかなか攻撃しないんだよね。運動性は結構重要だよな。二刀十字。将来。まひった。そして、電撃発動。そうすると結局ね、ヤマトに出番が回ってこないっていう。それも考えものだよな。体験レベルね、8だからね。もうなると思うんだよね。あ、そうだ。イバラのなんとかをちょっと。鍛えようかな。ランク1になるまでは。ん？ん？何何何？マウントピノみたいな。え？どういうこと？マリックが噴出する。あー、ちょっとなんか関係あるんだね。てかさ、大丈夫かあれ。スタミナの町に寄ってみよう。会話。さあ皆さんご唱和ください。東帝国万歳。偽皇帝も認めておりませんと。よくそんなこと言えるよな。完全に喧嘩売ってるよね。あー、なんかこういうの関係あるんだな。ヨズガド駅とかあるの。あ、駅って言ってもあれか、馬か。テルミナシは今戦場になってファンには特別な許可が必要だ。はーい。あれ？あ、なんだ、一応鍛冶屋には行けんのか。わー、このさー、ネッシーとか何なの？ここら辺結構すげえ行くとかな。謎の巨大水生生物、何か訴えている。え、何を訴えてんの？何か言いたいんだよ。殺してしまうとかひどいな。何か言いたがってんだったらちょっと殺さないでおこう。悪い生き物には見えない。俺にはちょっと悪い生き物に見えるけどね、こいつ。で、ここはちょっと行けないのか。こっちから行って、このマウントなんとか。なんとか山。これ何これ、なんとか山とかさ。ダイジャーもちょっと、戦わないといけないし、橋壊れてんじゃん、そもそも。この橋を渡らないといけないって言ったけど、バトルになるね。てか上の方にもさ、変なモンスターいるしさ。ちょっとここはやることがいっぱいありそうですね。じゃあ、ちょっと一回ここで終了して、続きはまた次回やっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、Twitter のフォローしていただければ幸いです。